パッと考えていくとフロンターレの選手が多くなってしまう感じはある。それはいいチームだし優勝したから、そこをリスペクトしながらも他のチームにもやっぱりいい選手いたんですよ。それが2位3位4位だったりとかするんですけど、そういったところからこう冷静にこの選手はって選んでいく努力をしましたね。年齢的なこともとらわれず、もちろん若くていい選手はいいでしょうし、ちょっとまたピークを超えてまた回復してきた選手もいると思うので、そういった選手をフラットに見ながら選出しましたけども、難しいですね。まずベスト22でもいいですかねって感じですよね。サブチーム大体2人分ぐらいになってきちゃうんだけども、ゴールキーパーですね、川崎フロンターレのチョン・ソンリョン。まあ今年のそのフロンターレの失点数や、やっぱりこう決定的なピンチのシーンもあったと思うんですけど、彼のその安定感で、あと読み、瞬間的な動きとかっていうのはやっぱレベルの違いを見せたかなと思いますね。韓国人のやっぱゴールキーパーはやっぱレベル高くて J リーグにもたくさんいるんですけども、その中でもベストなプレイヤーだっていうことで、昨年海でカズさんがこうバットでボールを打って、海にいるいろんな選手たちがボールをキャッチするっていう競争があったんですよ。さすがでしたね、チョン・ソンリョン。バシバシキャッチしてましたよ。全然それはゴールキーパーとは関係ないんだけど、そこのとこに行くんですよ、ボールが。なんかポジション分かってんのかなこの人と思いながら、なんか読みなんかも含めてキーパーの鋭さっていうことにつながるんじゃないかなと思いましたけども、まあここはあまり迷うことなかったですね、はい、若いキーパーも J リーグ今度目立ちましたよね。目立ちましたね。 FC 東京なんかもね、畑野とかね出てきましたし、彼もアンダーカテゴリーの日本代表入ったりとかしてて、そういったところでは出てたけど FC 東京はなかなか出れなかったっていうところもありましたし、大迫ね、大迫は一回ちょっと怪我した時にね、回復までは少しベストパフォーマンスまでは少し時間かかったけども、やっぱ彼の今後日本代表の期待感っていうところは持っていいと思うし、やっぱオリンピックに向けても期待はしていいと思いますけどもね。あとはマリノスのオビンナ、はい、マリノスのオビンナはね反応すごいですよ。ちょっと荒さはあるけど、身体能力や反応の速さは今後伸びしろ考えたらちょっと楽しみな選手になってくるんじゃないかなと思いますけどね。谷口は決まりなんですよ、センターバック一人。今シーズンの MVP に近いんではないかなって思います。チョン・ソンリョンか谷口かなというふうに思ってて、ピークはたどり着いてたのかなと思いましたけども、今シーズンの安定感、スマートだよね。いつもなんかこう息苦しさがないような感じでディフェンスをするっていう、あのスマートさは相手からしてみたら何なんだこいつって思うよね。もっとなんか必死に来いよみたいな顔がなかなかしないというね、ああいったところもこう冷静にやっぱ守備ができてるところだと思うし、今年は特に前にアグレッシブにこうボールを奪いに行くっていうところが非常に今まで以上に良かったところ、アクションをかけていくディフェンスっていうところまたプラスアルファのところだったなと思うので、谷口はやっぱ決まりだなと思いますね。切り替えが早くなっていくとボールにアプローチしに行くからラインを少し上げなきゃいけない。だけどこのボールにちゃんとアプローチしていってくれる人間がいないとこう行けなくなるんですよね。下がっていっちゃうんだけど、そのコントロールが難しいと思うんですよ。ここ前ライン上げる、それでも下がる、フォワード下がったけど俺行くっていうところの判断がバチーンっていくようになったから、そこはなんかまた攻撃につながっていくっていうところもある。もちろん足元の技術のフロンターレの求めているところは持っているっていうところですから、まあ、これからのフロンターレだけじゃなくて現代サッカーとして必要な要素を持ってる。でマリノスの畑中もいいなと思ってるんですよ。ポジションの上手い選手でやっぱフィード率も高いっていうところ、あとポジショニングもいいし体も大きいっていうところ、ここを並べたいんだけど、谷口優先順位で畑中でちょっと外国人のところがあるから、ね、ここはねセレッソのマテイ・ヨニチかマリノスのチアゴ・マルティンで迷ってんだけど、けど待て4日かな。読みがすごいね、ここもね。ゲームを読めてるというか、あとラインコントロールの時のその結構ね、いろんな細かいポジション取ってて、フィードもうまい。で、またセットプレーにも強い。で、横からのボールに対しても強いっていうのは、重要なセンターバックとしての要素かなっていうふうに思うので、待て4日と谷口のセンターバックになります。サイドバックね。難しいですね、ここね。左サイドバック。Tだと思う。マリノス、まあ、なんかアジア枠と
と言ってもいいんじゃないかなと思いますけども、やっぱり悪魔の左足と言われていて、その左足のキック力、キックの精度っていうことはもちろんなんですけど、マリノスに求められているサイドバックのこう引き出し方、サイドに開いて高い位置でもらうんだけど、今度なんかまた内側に入ってたりとか、こういう彼にとってみても中盤もやれる選手っていうことが生かされたのかもしれないですけど、非常にこの辺のエリアでの活躍ぶりはちょっとまたプレーの幅を広げたかなと思うので、ティーラトン、やっぱタイの選手としての日本とのこうフィックスがすごくいい形になってるんじゃないかなと思うので、ティーラトン左サイド。迷ったのはヴィッセル神戸の酒井豪徳、非常にいいですよね酒井豪徳。やっぱり日本に帰ってきてレベルの違いを見せてるなと思うんですけど、ここはティーラトンで左サイドいきます。右サイドはですね、フロンターレの山根、出てくタイミングとか外側内側非常にいいですし、足元に収めた時のピタッて止まった時の周りの生かすショートパスだったりとかのプレーの判断みたいのは抜群だと思いますよ。フロンターレのサイドバックってすごく重要で、逃げどこじゃないけど収まりどころにもなってるっていうところを考えていくと、山根がこう内側にも動いてくれたっていうことはフロンターレの優勝の貢献の理由でもあるんじゃないかなと思いますけどね。あとは迷ったのは松原マリノスの、彼もティーラトン同様ちょっと新しい仕組みをここで作ってくれてるので、だから本当はディフェンスラインはマリノスとフロンターレが混ざったら面白いだろうなっていう見方をしてて、ちょっとハイラインじゃないですか、でフロンターレもそうじゃないですか、でそこ混ぜたらどんな風になるのかなと思って、勝手にチームを作った時の想像をしたんですけど、右サイドは山根になります。